一息出して。そう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 。はいはい、そうそう。こんにちは、目白で尺八を教えている善用寺圭介です。お稽古事っていうのは、何でも伸びる時期と伸び悩む時期っていうのがあると思うんですね。例えば私の経験で言うと、スキーとかを始めた直後にすごく上達するけれども、スケートなんかはやっぱりちょっと最初が手こずる。尺八について言えば、始まりがちょっと伸び悩む時期が長いんですね。でもそれを乗り越えると、割合スーッとこういろんなことが伸びていく、そういう楽器です。ですから最初で、つまずいたと思わずに、まずは継続は力なりで、ありきたりな言葉ですが、続けてほしいと思います。目白のレッスンはですね、いかみしい先生が厳しいレッスンをするところではございません。気楽にどうぞお尋ねください。